ぐっと距離を詰めた中村、スワレスのスクリーンからジュニア生まれたところ、非常に難しいショットなんですけど、相手が伸びてきました。ブラクシャー空いているか、スミスと1対1、あとディフェンスいいですね。ここもターンオーバー誘発しました広島、アタックしていってキーバウンド、上沢コントロール、ブラクシャーピックアンドロールから押し込んだ、居合わせになりました。で自分たちのカラーを出していけるかというところを見ていきたいですね。さあ中のエサトンに通した、エサトンのダンク、はい、非常にいい活躍です。いい動きをふんだんに見せています三谷。さあ須田のスリー2本来ました。最初のディフェンスになります名古屋、中村スリー打ってきた、リバウンド争い山崎、得点にしてみせました。よく取りましたね。後半どのようなパフォーマンスを見せるのか、いきなりボールを奪った、そしてエサトンに託す、名古屋の形ですね。来ましたね。これからスタート。さあマーフィー目の前に斉藤、マーフィー攻めていくか、封入に渡して名誉がいい動きを見せました。今のもうフォールのカットですからね。さあ広島ここも2人で囲みに来る封入、名誉に渡した、オープンで放ったスリーポイントも決めてきた、ホットライン、エヴァンスの前までスミスがやってきました。エヴァンスから名誉きたー、5本目、広島緩めないですね。ですがここは斉藤が持っていって、よく最後は、ね、はい、パークスのタップがありました。ボタン流に含めてここしっかり守りたい名古屋です。あーボール奪ったですですね、はい、エサトンからパークス持ち込んで決めています。さあ名古屋斉藤がスピードを上げる、もう一度佐藤に託した、今度も来る、中村から三谷へ、そしてブラックシャー得点にしてみせました、79対70、中村がここは絡め取りました。最後はシュートに行かずに試合終了、79対70、広島ドラゴンフライズ対名古屋ダイヤモンドドルフィンズは